はい、どうも、マークです。今回は、ブラックオプス2の実況をやっていきたいと思います。シンガポール、まあ、引き続き、昨日にアップロードしたはずですね。まだアップロードしてないんだけど、まあ、予定で言えば、まあ、2試合目になるので、今回もね、スナイパー使っていきながら、達也さんと、また一緒に、実況をやっていきたいと思います。おー、死なねえ。オッケー。今日日曜日か。日曜日なんで、まあ、ダブル経験値。経験値2倍期間なんですよね、今日までかな。なのでね、まあ、できるだけ稼いでいきたいところなんですけど、今回は稼げるか。おお、当たった当たった。ちょっと、嘘だろ。この武器欲しいなぁ。強いなあれ。今回ね、サブ武器にマスティンガー的な、武器を入れてるんですけど、モダンシリーズ以上に全然使ってないですね。まあ、なぜかというと、前あたりに話したと思うんですけど、スティンガーじゃねえ。無線がね、なんか聞きづらいんですよ。あ、なんて言うんだろう。UAV 来ましたっていうのが、アナウンスがね、今までと違っていて、なんか違うこと喋ってるんですよね。まあ、英語得意な方とか、まあ、わかる方はわかるんですけど、私はちょっとね、あまりね、理解して、できてないので、あ、危ねえ、危ねえ。ああ、やばい、やばい。よし、危ねえ。うん、そういう、アナウンスをあんまり理解してないのでね、もうやっていくしかないのかなと思います。こういう、なんだろう、慣れとか、そういった状況に対応するためにもね。まあ、できるだけね、ポイントも入るし、どんどん使っていきたいところなんだけどね。最近かな、まあ、ちょっとずつ使ってきてるんだけど、まだまだね、うまく、お、マジかよ。やばいな。今回の実況、なかなかの、グダグダ度ですね。ちょっと喋ることがね、あんま定まってないっていう感じがして。撮り直ししたいけど、もう撮っちゃってるからね、めんどくさいんだよね。いちいち消して、またやり直しするのは。まあ、せっかく、クランメンバーの達也さんとやってることですし、いたのか。くそ、逃げたかと思ったんだけど。まあ、せっかくなのでね、どんどん、今日中にね、何本ぐらいやろうかな。4、5本取っていきたいと思いますね。なので、まあ、約、昨日も含めて1週間ぐらいは、まあ、今日収録した動画が、アップロードされると思っていてください。次はちゃんとね、しっかり喋れるように、頑張っていきたいと思います。今回ちょっとね、序盤から何だろう。わけわかんないことっていうか、つまんない話ばっかしてたんで、今敵じゃなかった。お、いた。オッケー。右ね、右。あれ、当たってないか。お、ナイス。くそー、なんで上から来るんだ。立ち回りがなかなかですね。お、いた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 。当たらん。オッケー。スナイパー一発当たらないと、なんだろう、相手がアサルトだったりとか、まあ気づいてない場合でもね、パッと振り向かれてね、やられちゃうことがあるんでね、できるだけ一発で仕留めたいんですけど、今回ね、なんか近距離もね、なかなか決まんないんですよね。たまに、さっきの、最初の方で、こしらめがなんか2発くらい当たりましたけど、ああいう状況じゃないと、
ちょっと厳しいですよね。うっそ。しっかりよ。てっきりもう正面からしか来ないと思ってたけど。右ら辺にいるかな。いた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 。けど出てこない。おぉ。しても気づいてないね。よし、そっち行ったぞ。おりゃ、あ、おりゃ、あれ、回線が。うわ、最悪。今の、なんだろう、敵のね、行きそうな、進路に狙ったのに、ちょうど角ついて、なんだろうね。当たらないっていうね。本当になんだろう、敵を目前にして角つくっていうのはよくありますよね。まあ、俺だけかもしれないけど、本当によくあるんですよ。まあ言い訳と言っちゃ言い訳なんですけどね。倒せないっていうね。まあさっきみたいにね、なんだろう。もう敵の後ろを取ってるのに、撃つ直前あたり、そこら辺でもう、ガクッとカクツクというかね。そういうのがよくあるんで、まあ、なくてもあまり成績は変わらないんだろうけど、まあ、そういうのはね、直してほしいですね。多分、俺の回線、俺ん家で契約している回線の問題ではないと思うんですよね。まあ、なぜなら、光回線なので、光回線で今の角つきが出るかといったら、多分出ないと思うんですよ。俺の考えからしてね。すんごいあそこスナイパー落ちてたね。俺2回も、3回も死んだから。あまりいい成績じゃないね、今回もね。はい。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。よろしかったら、チャンネル登録や、コメント評価いただけると嬉しいです。腰ダメやばいね、これね。はい。じゃあ、さよなら。